ルシエンヌ・ボワイエは、フランスのシャンソン歌手。代表曲として、聴かせてよ、愛の言葉を、私の心は、バイオリンなど。フランス・パリ・ロックのモンパルナス地区界隈生まれ。第一次世界大戦で父親を失い、家族を支えるため軍事工場で働き16歳頃から、キャバレーや衝撃場の舞台に上がり、歌手としての一歩を踏み出した。その後の1927年。 米国人プロデューサーで劇場オーナーのリー・シューバートに認められ渡米し、ブロードウェイでの出演を経て、1928年、フランスで最初のシングルをリリース。南米ツアーを行った後、フランスに帰国する。1930年、ジャンルノワール作詞、作曲による、聞かせてよ、愛の言葉をリリース。同曲は、フランスの第一回ディスク大賞を受賞し、 発表から現在に至るまで様々な歌手やアーティストにカバーされている。日本でもシャンソンの代表的な曲として多くのシャンソン歌手や宝塚歌劇などで歌われ続けている。1983年12月6日、フランスパリ10区にて死去。ありがとうございます。